堀手駅は、日本の海軍軍人。海軍中将。大分県吉木月市出身。先輩の与内三つ正、同期生の山本五十六、後輩の井上成美からの信頼が厚く、山本権兵衛、加藤智三郎らの系譜を継ぎ海軍軍政を担うと、目されていたが、軍縮会議後の大津の人事により、中将で、予備役に編入される。東条内閣の解消。 島田茂太郎が、堀が、海戦前に、海軍大臣であれば、もっと適切に自局に対処できたのではないかと、述べているように、その再刊を惜しまれた人物である。また戦争自体は悪であるとの持論であった。安坂座清掃の矢野矢三郎の次男として生まれる。母は玉。10歳で、きつ炎症僧の氏族、堀正春の養子となる。堀と、 山本をいた県立月月中学校から海軍兵学校入校。席次は入校時190名中3番、卒業時192名中主席。同期生の山本56、二期後輩の小嶺根一は遠慮のない親友の間柄であった。堀は同期生が神様の傑作の一つ堀の頭脳、と述べたほどの秀才で、兵学校、海軍大学校講師。 海軍法術学校普通科学生を恩師で卒業した。また芸術をよく好んだという。三笠のり組みとして日本海海戦に参戦。ワシントン軍縮会議では随員を務め、全県加藤智三郎を補佐。国防は軍人の占有物にあらず、という加藤の言葉を筆記したのが堀である。1930年のロンドン海軍軍縮会議において、 補助艦の比率は米英に対し7割は必要という艦隊派の意見が海軍部内では根強かった。軍務局長であった堀は英英米に対しては付戦が望ましいという意見を持ち会議を成立させるべきという立場で時間の山梨、勝野市を補佐した。結局は米国と日本の妥協が成立し日本は対米比6割9部7輪後毛で ロンドン海軍軍縮条約に調印した。しかし艦隊派が台頭する、海軍内で堀の立場は弱くなり、海軍中央から遠ざけられることになった。第3戦隊司令官、第1戦隊司令官を歴任し1933年に海軍中将に昇進したが、翌1934年、艦隊派が主導した、いわゆる大津の人事により、予備役に編入された。この 山本56は巡洋艦船隊と堀の頭脳のどちらが重要か分かっているのかと嘆き、自らも海軍を退くことを考えたという。しかし堀は山本を励まし思いとどまらせた。1936年1月、政府は堀が尽力したロンドン、海軍軍縮条約からの脱退を通告する。日本は太平洋戦争の一員にもなった。 無期限軍備拡張の時代に突入した。退職した1935年には成果に帰り、矢野市系電機を著述。1936年には日本飛行機社長。1941年には浦賀選挙株式会社の社長に就任した。戦後は公職追放指定を受けた。数社の役員、顧問等となり1952年に追放指定は解除された。 堀は山本が書き、その死後開封された、術師二通を保管していた。この二通は堀が著書で内容を公開していたが、原本自体は不明であった。しかし堀の孫が大分県立選鉄資料館へ寄贈した堀の遺品から発見され、2008年12月1日に公表された。 この2通は1939年5月31日と1941年12月8日付で、ある、32期生集合写真、全2列目、左3番目から掘り、塩沢孝一、山本56、初回放送日2014年8月11日、出演、半藤和俊、朗読、坂東三つ五郎、真珠湾への道21時21時50分、 残された手紙22時22時49分。ありがとうございます。